はい、どうも、住下東京スタッフのトールです。ということで、今回なんですけれども、オーバーオールを使った着回し術を今回紹介していこうかなと思います。オーバーオールもね、やっぱ古着ならではっていうか、古着好きな人だったら結構ね、着てる方多いんじゃないかなということで、紹介していきたいなと思っています。で、今回はね、まなかちゃん着てます。集合。わーい。集合。まなかです。はーい。はい、ということで今回はまなかと一緒にね、久しぶりなんですけど、まなかと映るの、はい、オーバーオールの着回し術を紹介していこうかなと思います。で、結構前にこのチャンネルで、同じテーマでね、4つの着回し術っていうのをやったことあるんですけど、それのリメイク版っていうか、まあ秋から冬にかけて、この時期にね、取り入れやすい着回しを紹介していこうかなと思います。まなかが今日スニーカー履いてて、僕が革靴を履いているので、ちょっとまなかはこうカジュアル寄りな感じとか、僕はこう切れ目をミックスした雰囲気というか、そういったところもちょっと、系統を分けてね、いこうかなと思います。来ました、オーバーオール。はい、コーディネート紹介の前に4つの着方を説明いたします。丸1、普通に着ます。丸2、片方外し。丸3、レンタルし。丸4、上からカポ。以上です。それでは行ってみよう、行ってみよう。行ってみよう。はい、そういうわけでこの2つのオーバーオール、僕がこっち来ますね。で、コーディネート今から考えていきたいと思います。思います。オーバーオール兄弟、着替えました。わーい。いや、でもいいっすね、これ。まあ、なんかベージュにしてよかったと思うわ。本当、うん、俺多分こっち逆にあれだったかもしれない。こっちの方が似合う気がする、この濃いデニムの方が。おーし、じゃあこの調子で、今パンツ変えただけなんで、どんどん上変えていきたいと思います。それではコーディネートパート1からいきます。はい、着替えてきました。1つ目のコーディネートです。一つ目の着方が一番オーソドックスなね、普通の着方です。もうオーバーオールとして上までちゃんと締めて、といった着方が、一つ目の着回しです。はい、まあ二人とも今別々の、僕はトレーナーで、まあなんかシャツを着てるっていう感じになっています。まあ、まなかのコーディネート可愛いっすね、かなりね。まなか、なんかあんの、これは。これは、同系色コーデ。同系色です。同系色です。同系色でいいです。同系色です。まあ僕はこう緑色のトレーナーを着てみました。やっぱちょっと濃いめのインディゴブルーっていうことで、色が選びやすいなっていうのが特徴なんですね、このデニム生地って。なのでこう緑色のトレーナー選んでみました。他にも茶色とか、まあ、紫とか選んでもいいのかなと思ったんですけど、まあ、僕もこの被ってる、今日被ってたこのキャスケットとか、そういった色味も考慮しての色使いだったので、ちょっと緑っていうね、アースカラー寄りでちょっと古着っぽくしてみました。ちょっとこうルイージっぽい感じが可愛いですね、僕の場合は。うん、やっぱトレーナーとの相性もすごいゆるっとしてて、シルエット的にも可愛らしいんじゃないかなと思います。オーバーオール、まあ、なんかもシルエットがすごいね、緩めにできててすごい可愛いと思います。このオーバーオール自体すごい大きめな形をしていますので、そうそうそう、まあ、女の子がこうやってゆるって着てるとすごい可愛いですよね。まあ女の子っていうか、まあもちろん男性の方でもね、ビッグサイズ好きな方たくさんいると思うので、そういった方にはね、オーバーオールすごいうってつけなんじゃないかなと思います。うん、ワークマンって感じがしていい、真ん中のやつは。はい、僕はなんか若い子って感じっていうかね、今時のなんか古着男子、古着女子が着てそうな雰囲気ですよね。いいね、真ん中はなんかワーカースタイルって感じ。ワーカーだー。うん、ちょっとこなれ感出てる、こなれ感。働くぞって。はい、じゃあ次のコーディネートいきたいと思います。まーす。はい、着替えてきました。これすっごいたまたまなんですけど、超お揃いになりました、マーカと。そう、別々でコーディネート作ってたんですけど、この片方たらし、この通行デモのテーマ片方たらしなんですけど、こ
これに使うねトップスがたまたまラルフローレンのハーフジップっていうね、たまたま一緒になったということで、すごい超お揃いコーデです、うん、でもこういう感じで、まあ、カップルでもまあ仲いい友達同士とかでもなんか こういう雰囲気のお揃いでディズニーとか行ったらすごい可愛いと思います。近くで見るとこういう感じです。片方垂らす時のポイントが、ありまして、片方垂らすっていうオーバーオールの着方自体はすごい可愛らしいので、この中に着てるトップスの垂らしてる側にこういったプリントがあるとより強調されていいのかなと思います。ワンポイントにロゴが入ってると垂らした時にチラッと見えるこの感じが可愛いですよね。ちなみにこのオーバーオールを片方垂らさずに、パート1の、オーソドックスな着方すると、まあこれはこれで可愛いんですけど、ハーフジップ自体がこうレイヤード、タートルネックみたいな感じでレイヤードできるんで、この着方ももちろん可愛いんですけど、垂らした時のこのワンポイントがあるかどうかで、例えばこれもチャンピオンだったりナイキだったり、いろんなまあ人気なブランドロゴでもいいですし、好きな古着のデザインとかでもいいと思うので、そうここをねなんか大事にこの空間使えたらより可愛く見えるんじゃないかなと思います。なんか季節感でいうとオーバーオール自体はこう意外とねどっちかというと涼しいんですよね。多分このワイドパンツっていうか大きいサイズ感を選ぶことによってこう空白がかなり余白というか隙間ができるので、多分そのおかげか生地自体は結構厚みな方なんですけど、これもそうだと思うんだけど、どっちかというと涼しい夏向けな感覚で履けています。なので今基本的にはあの上の方が完全に暑いですね、このスウェットの方が。はいですね、だからどっちかというと冬とかになると寒いと思うので、太いやつ選んどいて中にタイツとか履き込んじゃえば、全然ね真冬とかでも使えると思うので、実質オールシーズン向いてるアイテムなのかなと思います。まあ、夏場とか白 T で完成すると思うので、この時期から押さえておいても、オールシーズン使えるアイテムだしありじゃないかなと思います。でこの後ろ、このここがビローンってなると思うんですけど、これこのまま放置しててもありだし邪魔だなって思う方は、もう背中の内側にこれちょっと中入れていい、これ、はい、こういう感じで内側に入れ込んでもいいかなと思います。そうするとね目立たなくなるし、まあこう垂らしてると時には邪魔になる瞬間あるかもしれないので、こう歩いててこう人にぶつかっちゃう可能性あるとかあるかもしれないので、それが気になる方は内側にしまってあげたら、全然目立たなくなります。見た目的にもね全然おかしくならないので、はい、まあ垂らしててもそれはそれでまあ可愛いと思うので、そこはまあ気分とその服装のテーマとかに合わせてあげたらいいかなと思います。よし、じゃあ3つ目着替えていきます。いきます。なんでマーカー一緒になっちゃうの、なんでなんで俺も僕もほらパーカー選んじゃったんですよね、この3つ目のコーディネート。なんでたまたまなんだよね。はい、3つ目着替えてきました。はい、3つ目のテーマ、全垂らしですよね。はい、見ての通りオーバーオールすべてを垂らしています。そう、わかるかなこの感じ、全部垂らされてます。見ての通りすげえラフな、雰囲気になるので、イメージとしてはヒップホップ系とかちょっとこうレゲエっていうかストリートカルチャー寄りに着てあげたら、より雰囲気がマッチするのかなということで、多分ねお互いそういう意思でパーカーになっちゃいましたね。僕着てるのはメキシカンパーカーですね。以前あのコーデュロイパンツ20コーディネートっていう前回動画出したと思うんですけど、その時にも一瞬出てきてますので、その動画もよかったら概要欄に貼ってますのでチェックお願いします。ここのビローンってこう伸びてるわけじゃないですか、後ろ。この状態もすごい可愛いと思います。ただ結構これ邪魔になる、場面多いと思います。例えばトイレとかすげえ、ちょっと邪魔になると思います。なのでおすすめとしては垂らしててもかっこいいんですけど、シンプルにここ同士でもくっつけちゃっといて、こうするとマークがくるってゆっくり回れる、こういう感じでこういった見栄えも可愛いのかなって思います。はい、でそもそもこのオーバーオール古着のやつ選ぶとウエストでかいと思うんですけど、なんでこれ止めれてるのって、思う方は、実はねここに、ベルトを使ってます。ベルトループがあるタイプもあればない場合もあるんで、僕のやつとかも見てもらえば分かると思うんですけど、ベルトループないんですけど上から縛る感じでギュッてやってます。なのでこうビローンって全部、離しても、止まってくれるよっていう、そうこう引っ張ったりしても、マーカーのやつ引っ張っちゃうよ、これあちょっとズリってなったけど落ちることはないです。うん、だから普通に生活してる分には、ベルトしておけば、絶対垂れることはないと思います。でも新品のオーバルとかウエストがちょうどいいやつとか選べば、このベルトすらいらなくこう全部垂らすことも可能ですので、うん、まあでもここにやっぱ緩やかなシルエットとか古着っぽい雰囲気にしたい人はやっぱでかいやつ選んだ方が
全体的に可愛い着方ができるのかなと思います。はい、4つ目着替えてきました。どうでしょうか皆さん。これ上からカポっていう4つ目のテーマなんですけど、どうやって着てるか分かりますかね。まあどうやって着てるかって言っても別に大したことないんですけど、中にこうやってオーバーオール着てる状態です。で、こう上からプルオーバータイプとか、まあ、前閉じで、カポって上から着るスタイルです。で、なるとどうなるかっていうと、オーバーオールがパンツに変わりますね。はい、だからこの状態で僕が現れたら、あ、デニムパンツにジャケット着てるんだって、そういったスタイルに見えてくるわけでございます。まあ、中もこのラガーシャツに、ベージュのねダックパンツ、ワークパンツかなっていう、うん、オーバーオールで着てもありなんだけど、オーバーオールじゃない使い方もオーバーオールってできるんだよっていう、その前だけこうシャットダウンしちゃえば、このようにねパンツとトップスの組み合わせにちゃんと見えてくるっていうわけです。要はイメージを変える手段っていうわけですよね、このオーバーオールの。そうなんですよ、このスタイルも意外と持っとくとやると思います。そう、実は今日オーバーオールなんだよねみたいな、そういう仕掛けとして着てみるのもすげえありだと思いますね。はい、まあだからデニム生地だったらもうジーパンになるわけですから、こうやってワイドデニム入ってんだっていうね。そう、まあ意外とそう、学校とか特に大学生の方ですよね、毎日私服の環境の人とかはこう、まあ数少ない、まあパンツとかを着回す方多いと思うので、そういった方にもやっぱりねこの一つのオーバーオールでこうオーバーオールとしても使えるし、パンツとしても使えると。で、ちゃんとオーバーオールね、こうメンツの方気になる方いるかもしれないんですけど、ちゃんとこの社会の窓ついてますんで、このファスナーが、だからそういうのもそんなに苦じゃないと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。マーカが相変わらず白飛びするっていうこの現象が服が白いからかな。あ、多分そうですよね。マーカ自体は肌白だしね、しかも肌白でしょ、十分肌白です。はい、ということで今回ね、オーバーオールを使った4つの着回し術っていうのを1つずつのオーバーオール計2本使って、紹介していきました。うん、まあやっぱその1から4つの、テーマがあるので、それに沿って作っていけば、例えばフォーマルな着方、オーソドックスな着方と、なんだっけ、片方垂らしとか、まあ1から4番の、系統着方にはめていけば簡単に作れるかなと思います。どれもね、そんな難しい着方じゃないと思いますし、うん、なんかジーパン合わせるぐらいの感覚で色の組み合わせも考えれば結構意外と何色でも合えますし、アイテムもそんなに選ばないと思いますので、まあスウェットでもシャツでもロンティーでも、うん、まあ2人が使った系統のやつは基本合うと思いますね。うん、でさらに冬になっていけばもうがっつりアウターとかニットとか使ってね、コーディネート使っても可愛いかなと思います。確かね、一番最初の前回の最初のやつ、4つの着回しのやつは 3D ニット使った記憶があるんだよね、確か。私もありますね。 3D ニット使ったりとか、それも結構相性良かったりしたのでそうですね、だからまあ冬になったらそれはそれでまたその冬バージョンの4つの着回しやってもいいかもしれないですね。さらにこう重ね着することによって違う表現方法が出てくると思いますので、そうだって今回ほぼアウターなかったでしょね。僕が最後使ったスノーパーカー、4つ目のやつ、スノーパーカーとか使ってたぐらいで、基本的にはもうトップスですよね。1枚で着るやつとかがほとんどだったと思うので、重ね着したらまたね全然違う見え方すると思いますねって感じかな。うん、まあ今回使ってみたトップスとかも、まあ基本的にはそのどこのお店にも置いてそうな雰囲気とか派手なやつとか選んでないと思いますので、参考にしたいなっていう方はね、実際結構見つけやすいアイテムがほとんどだったと思うので、特に僕とか無地のトレーナー、緑色のトレーナーとか使いましたけど、あれとかね変な話 GU とかで XL サイズぐらいのやつ買ったらああいう雰囲気にもできると思いますし、うん、どこでも手に入れれそうなアイテムを基本的には使いましたね。はい、まあ、そういう感じかな。そういう感じです。取り入れやすいと思いますので、気になった方はね、チャレンジしてみてください。で、オーバーオールのサイズ感とか、まあ、どういう色味が似合うのか分かんないとかっていう方は、まあよかったらスリフト東京ね、原宿下北とございますので、いらしてくだされば全然相談乗りますし、はい、まあコメントとかにもね分かんないことがあったら全然書いてくださいっていう感じかな。オーバーオールでした。それでは次回の投稿でお会いしましょう。シーデスサイクランクアップ。